中学校からママやばいっすよ。便所に呼び出して全員まとめてかかってこいみたいな。頭おかしいやつ来たみたいな。1対10ですよ、もう全員まとめてでいいよみたいな。頭おかしい、はじけてる、飛んじゃってる。本気でもらんくて365日あったりする。みくるから電話鳴ると、岡君何してんの、8時から喧嘩するよ、本当にあと30分後みたいな。30分後に殴り合うよって言えんくないですか。喧嘩しすぎてどれのこと言ったか分からん。で言ったら相手がこんなんて白目向いて、押せよ、終わってよ。相手が死ぬって何回も思います。ミクルの怪我とかより勝ち負けより相手が心配で、いつも相手のところに寄る感じでした。大丈夫って漫画っすよ。白目向いて泡吹いてが毎回だったんで、基本的に喧嘩もあんまり自分からは売ったりはしなかったですけどね。まあ、俺最初教えてくれた人なんですよ、アウトサイダー。あ、そうなん、格闘技やった方がいいよ。だからそれもじゃないと無限に捕まっちゃうんで、逮捕ばっかされちゃうんで。わざわざ持ってて DVD を、したらなんか弱いねみたいな、じゃあ出てみなよって言ったら、出て勝ってチャンピオンになって、でもまだまだまだみたいな、なんかもっと強いやつもっと強いやつってなって、さすがにでも雷神に出るとは思わなくて、応援始めてる時に泣きました。どこまで行くのかなってすごい楽しみです。もちろんてっぺん取ってほしいし、もう無表情じゃないですか。プライベートぐらい笑ったらどうかな。笑ってるでしょ普段。見ました今のドヤ顔。普段笑ってるやん。